モンマテリアル。マテリアルの坂上ものです。カムイのゆらです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集め新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、今日ですね、今日から8月になってます。はい、番組ね8月5日でございます。はい、もう暑いんで今日も、はい、こんな格好で、はい、キュウリは嫌いですけども、はい、こんな格好でお送りさせていただいてます。はい、それでは8月5日はどんな日なんでしょうか。はい、今日はパピコの日です。おお、はい、江崎グリコの、ね、あまりにも懐かしい響き、はい、はい、日付はパピコの語呂合わせで、あ、なるほど、はい、8月5日、8、5、ね、はい、はい、パピコを2つに半分に分けたときに、はい、関数字の8に似てたりとか、うん、そんな、日本に1本のパピコを2人で半分こしてほしいっていうこと。半分こね、あ、そう、半分こしてほしいっていう願いが込められております。はい、はい、大切な人とパピコを分け合う日として、私とあなた2人でパピコを分け、うん、分け合い、前向きで明るい気持ちで分け合ってほしいという願いが込められているそうです。なるほど、はい、まあ、でも今日ね、あのパピコあったらちょうどよかったんけど、うん、でもパピコあったらこの3人で食べられへんね。そうなんです、分け合えないんですよ。一人見てるか、一人指変えて見とかなあかんねんな。じゃあ私が2つ食べる。ねえ、意味分かれへん。パピコって味知ってます？いや、コーヒー牛乳っていうかカフェオレ味じゃない？チョココーヒーと、うん、ホワイトサワーがあるんですよ。何それ、はい、白いやつ、白いパピコ。俺、そのコーヒーのやつしか知らん。結構ね、ホワイトサワーすっきりして美味しいですよ。夏場めちゃめちゃ、あります、あります、はい、いつから？でもだいぶ前から、結構前からありますよ。そうなんや、もう俺、もう俺の中のカフェオレ、もうあれはカフェオレの茶色いやつね、しかもうイメージないけどね。そんなにいろんな種類の味があるのね。はい、今度分け合ってあのサワー食べてみます。はい、はいはいはい、そしてもう一つ、はい、発酵の日です。え、何、幸薄いの？発酵食品とかの発酵ですね。あ、そっちの発酵ね。はい、はい、はい、発酵、でも語呂合わせで発酵から来ています。はい、日本の古くからの食文化である味噌、醤油などの発酵させた、はい、食品の良さをさらに広めることが目的で作られております。子どもたちがね、夏休みのこの時期、家族で発酵食の魅力と日本の食文化に触れるきっかけになればと思い、なればとの思いが込められています。なるほど、はい、はい、まああれですよね、発酵食、僕実は毎日食べてるんですよ。え、何食べてるんですか？納豆。大阪の人ではね、なかなか納豆を食べる人って珍しいのは珍しいんですけど、あの僕は全然大丈夫。毎日食べるんですか？毎日。朝。健康でいいですよね。うん、でもあれね、あの、あるやつが、朝昼晩と納豆を食べたらしい、体に痩せるかもしれないみたいなんで、それを1ヶ月ぐらい続けたのかな。だから腸内細菌が全部納豆菌になったらしくて。あの、はい、どうなるんですか？いや、あの体がすごい不調になったらしいです。あ、食べ過ぎ、食べ過ぎあかんねんって。うん、菌ですもんね。うん、だから腸内細菌があの納豆菌なんで、えらいこと、なんか糞詰まりになったり、いろいろ問題になる。納豆菌が支配したんです、ね。そうすごい。どんだけ食べてたんですか？いや、だから朝昼晩。何でも過ぎたるは及ばざるが今年やからね。でも発酵食品の一つに甘酒がありますが、はい、あ、そうそう、はい、甘酒もね、はい、うん、そうね、これは江戸時代、うん、夏の栄養ドリンクとして飲まれていて、うん、まあ、俳句の世界では甘酒が夏の季語。はい、初めて知った。はい、そうなんや、うん、ですね。冷やして飲む、冷やして飲むだと思います。暑いんじゃない？なんか甘酒あったかいイメージがある、イメージがありますけどね。ね、冬にね、なんかちょっと体温めるのに飲むかみたいな話があったりとかすんねんけど、江戸時代は、江戸時代ね、はい、でもね、江戸時代とかってほら冷蔵庫ないやん、あったかいやつ飲んでたんですかね、暑い時に。常温かもしんないし、常温に冷ましたり、あの、なんやろ、あのほら、なんか氷の上に、あのほら
竹のコップみたいなのに入れておいてみたいな、なんかそういう図は思い浮かばんでもないけどね、うんうんうん、もしくはあのすごい川が流れてるところとかにさらしとくとか、ね、なんか筒に入れといてみたいな、はい、夏の楽しみだったはずです。なるほど、はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、それでは、このプレゼンがありかなと思います。今週はですね、また映画監督のね、はい、インタビューをさせていただいておりまして、はい、はい、まあ短編映画2本なんですけれども、うん、はい、短編映画北風だったり太陽だったり、うん、という作品と、プレイヤーズトーク、この監督をされました森岡龍監督に、インタビューをさせていただきました、はい、で、まあ森岡監督自身も、俳優さんで、はい、出演されてます。でプレイヤーズトークの方では主役をやってらっしゃいますので、はい、まあ、監督がねどんな経緯でこの作品を作ったのかとかいうのを、インタビューでお聞きしてますので、ぜひお聞きください。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。私事ではありますがご報告があり、来月面会に行こうと思っています。はい、どうも、北風と太陽です。よろしくお願いします。逮捕しちゃうぞ。なんでだよ。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。何年増えるんだっけ。4年とかじゃなかった。酔っ払って人殴って結構長いよな。どこか連れてってくれませんか。おっと、どこか遠く。いいですよ。え、お願いします。怪しいな。グルメリポートがあって。あそこに入っちゃった人ってさ、みんななんかしちゃったってことだもんな。なんかしちゃった人たちにも大切な人がいたりしてな。拝啓金井風太様、ご無沙汰しています。葉山です。お元気ですか。うん、うまっ。お前な、結構片生きていいじゃない、はい、それでは短編映画ですかね、北風だったり太陽だったり、そして同じく短編映画の、プレイヤーズ等の監督でいらっしゃいます、森岡龍監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、この2作どういう作品なのか、監督から簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、まず北風だったり太陽だったりは、活躍していたお笑い芸人北風と太陽というコンビのボケ担当の方が、まあ、ある事件を起こしてしまって刑務所に入っている状況で始まります。で、その元マネージャーだった男が自分の結婚報告をしに、ツッコミだった相方を連れて面会に行くという1日のロードムービーになります。はい、でプレイヤーズトークの方はクリスマスの一夜、これも1日の話なんですが、業界人が集うバーで映画監督の主人公がプロデューサーだったり女優だったり脚本家さんだったり、いろんな業界の人たちと、話していきながら、こう業界の闇みたいなものが、炙り出されていく会話劇でございます。はい、ということなんですけども、そうなんですよね。まあ、まず北風だったり太陽だったりの方から、行かせていただきたいんですけど、僕すごい面白いなと思って見させていただきます。まあ、さっきの打ち合わせでね、ちらっと監督もおっしゃってたんですけど、ちょっとね、僕も懐かしい感じが、感じの匂いはするなと思いながら見てたんですけど、面白いなって僕自身がすごく思ったのは、会いに行くわけですよね、その塀の中に入っている人に。で会いに行くまでの間にいろんなことが起こっていってて、でしかもそのマネージャーの人っていうのが今その、まあ、事務所にちょっと売れ出してる人を抱えてたりとかするので、まあ、その人絡みのいろんなことが降りかかってきつつ、それを電話で対処してるんだけど、またこれが目の前でもいろんなことが起こっていくみたいな、塀の中の人に会いに行くまでの間にいろんなことがあって、で会いに行ってみたらこの塀の中の人が全然揺らいでないっていうね、外の人たちものすごい揺らされてブレブレになってるんだけど、塀の中の人があまりにもブレてないから、
それを見た2人がそれぞれ自分を思い返すっていうこの形がですね、すごい僕は面白いなと思いました。ありがとうございます。これだからどういう発想で最初作られたというか。もともとの発想はですね、はい、僕自身が本当に、結婚しまして、はい、で、コロナでなかなかいろんな人に会えなかった時期だったの、うんうん、まあ、映画を作ることによって結婚報告できたらいいなという狙いがあったのと、はいはい、あと、まあ、その結婚ってそれだけでもいろんなドラマがあるなと思って、うん、この結婚にまつわる何か物語を書けるんじゃないかなと思っていたというのもありまして、うん、はい、でもう一つその、まあ、最近でも薬物問題ですとか、うんうん、民問題ですとか、うん、まあ、ある時期からやっぱりこう表舞台の人たちが何か不祥事を起こした時に、うん、SNS ですとかいろんなところでこう断罪されていってしまう世の中になって、まあ、当然罪は罪としていけないことだと思うんですけど、うん、まあ、そういうのを見てて全然他人事じゃないなと思って、僕も副業から何か問題が起きた時にこの先どうやって生きていこうとか、何か問題を起こしちゃった人たちってこの先どうやって生きていくんだろうみたいなことをちょっと考えてみたかったというのもありまして、こう手舞台を退かなくなってしまった男とそれに、その周辺をうろうろしている人たちの物語っていうところでいろいろ混ぜ合わせて今の形になったという感じです。はい、その犯罪そのものにはフューチャーしてないんだけれども、その塀の中にいる人が、まあ、僕はすごい何やろ、一番前向きな人やったなという見て本当に素直にそう思ったので、うん、彼が一番前向きやんかっていうふうに確かに素直に思ったので、はい、うん、そのコントラストがすごく僕は面白いなって、うん、思いました。でだからこそ彼に会いに行ったことによってあの二人がそれぞれのことを思い返すっていうところがものすごく僕の、うん、気持ちにストンと落ちたっていう、はい、ありがとうございます。多分だから、うん、見に行った人たちもそういう感想を持ってもらえるんじゃないかなと僕は思ったんですけど、うん、はい、うん、でですね、もう一個の短編のプレイヤーズトークの方も実は、はい、まあ、業界ものになって、まあ、北風だったり太陽だったりっていうのは業界ものっていうのは別にフューチャーはしてないんですけど、どうしても役柄がね、お笑いコンビだったっていう人と元マネージャーで今もその世界で仕事されてるということで、業界ネタが いくつも出てくる。その上で、プレイヤーズトークの方ではがっつり業界ものでゴチンと言ってるっていう、うん、ところで、はい、まず最初のいかがわしいワークショップやってるやつが消えていくとかね、はい、消え方がまた業界らしい、ああブッキングしてたとかって言いながら消えていくとかね、どっかで見たことあんなこういう光景みたいなそういうのがいっぱい出てくるので、でしかも割と皆さんが見たことあるっていう役者さんが出ていたりとかもしていて、あ、そうですね、はい、もうがっつり重たい存在感で出てくる人もいますし、はい、すごく見応えは時間短いんですけどすごい 見応えがあって、ありがとうございます、はい、でそしてですね、これも打ち合わせの時に言ってたんですけど、約3分の1を使ってラストに吠えるっていうのが、まあまあこれがもうはっきり言ってこの作品の肝ですよね。まあまあそうですね、もう全部言ってますからね、うん、はい、でここまで来ればもう本当に見終わった後におーっていうのは絶対に感じられるという気はするんですけど、これはだからどういうきっかけで作られたやつになったんですか。これに関してはですね、はい、もう一人共同監督の半田さんという方がいらっしゃって、はい、プロデューサーもやってらっしゃる方なんですけど、はい、この方からワンシチュエーションで、コーヒー&シガレッツみたいな会話劇、うん、を作れないかっていうオファーをいただいて、はい、で、まあ、じゃあ一日の話にしよう、クリスマスの話にしよう、でなるべくまあ僕が書きやすいように業界の話にしようとかって言って、うん、業界人が集うバーというシチュエーションになりました。でちょうどその一昨年の年末に撮ってたんですが、はい、なんかこうコンプライアンスが厳しくなってきたり、
インティマシーコーディネーターっていうお仕事が出てきたり、はい、業界がいろいろと変わっていく感じを肌感覚で感じていて、はい、で例えば女優さんを女優って呼んじゃいけない、役者を呼ばなきゃいけないとか、はい、そこにその性別的な、はい、あの差をつけちゃいけないだとか、いろんなこう価値観の揺らぎがこう出てきて、はいはい、で一方ででも女優っていう言葉には女優って言葉にしかないなんかこうニュアンスがあるよなとか、はい、いて、このなんか変わりゆく業界の中で自分たちもどうしようっていう問題もあるし、よく話してたので、まあ、じゃあ映画にぶつけてみようっていうことで書いてみました。まあ同じではないかもしれないですけど、僕らも映画撮ってる人間としてプレイヤーズトークの中に出てくるプロデューサーが叫んでいることは本当にそうだなって思いながら見てました。はい、はい、そうですね。これはだから世代によってもその認識が多分違うと思うので、うん、はいはい、まあ、ちょっとこう時代の変わる波に追いつけない人とかがいたりした方が良いだろうと思って、あの、はいはい、ちょっと年配のプロデュースの人を配置してみたりとかしましたね。はいはい、はい、まあ、あの人に吠えられたらね、黙るしかねえよなっていう部分もあるんですけども、はい、だから、まあ、2作とも全然違うシチュエーションだし、あの全然あの違う作品ではあるんですけど、僕はでもやっぱり 森岡監督の性格というか感性というか、そういうのがやっぱり共通してあのなんか通底するものがあるんじゃないかなってすごく、うんうんうん、あの思って見させていただきましたんで、多分2作とも見てなんか全然違う作品を見たという感覚よりは、同じように何かメッセージを受け取って終われたなっていう感覚の方が強いんじゃないかなとは思うんですけども、だこの2つがあの一緒に見れるっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに僕はあの見終わって思わせてもらいました。ありがとうございます。はい、じゃあですね、そろそろですね、監督にですね、最後に、見てらっしゃる方にですね、メッセージをお願いしたいと思います。ニュータウンの青春という映画を作ってからおよそ10年ぶりに撮った2本です。コロナで本当にこううつうつとしている中で、まずは映画作りをやめないことっていうところで絞り出した、まあ短くなっちゃったんですが、そんな2本です。すごく心を込めて作った2本なので、楽しんでいけたら幸いです。あの見る時期によってあの映画って受け取り方変わると思うんですけど、どちらもコロナ禍を経て変わりゆく今の状況を経て、なんかこう見ると感じるものがあるんじゃないかなと思ってます。ぜひ楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、僕はおそらくこの2つの作品ってあの10年後に見たり、また20年後に見たり、その時代を経てから見ると違う感想を持つんだろうなと、うん、でもう一つ言うと、10年後20年後見ても楽しめる作品なんじゃないかなってすごく見て思ったので、まあ、そういう作品だと思われるので、ぜひたくさんの人に見ていただきたいなと僕も思っております。はい、ということで今日はですね、短編映画、北風だったり太陽だったり、そして、プレイヤーズトークの監督でいらっしゃいます、森岡龍監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで終わりました。はいはいはい、なかなかイケメンでしょ。イケメン、はいはい、まあ監督自身、まあ、出演もされててあれなんですけども、うん、まず北風だったり太陽だったりで言うと、うん、もう言うてはりましたけどね、自分の結婚を機にちょっと、うんうん、なかなか人に会えないのでということがきっかけで、うん、まあ、この作品を作られたということで、うん、なかなかでもそこからあの内容をこう、うん、構築していくってすごいなと思ったんですけどね。でもロードムービーとして結構面白いですし、うん、40分ぐらいの作品なんですよね。だからサクッと見れる感じで、うん、なんだけれどもしっかり感じさせるところは感じさせてくれてるので、非常に面白い作品だなって僕は、うん、見て思いましたね、うん、はい、であとプレイヤーズトークの方が、うん、これがねまたね、いろんな人実は出てるんですよ、うん、いろんな人で、まあ、まあまあ有名な人が出てる、うん、はい、たりもします。で業界話だったりとかするんで、うん、まあ、業界の人見てたらおうおうおうみたいに思うところもありますしね、うん、はい、インタビューの中でもちらっと言ってましたけど、要はちょうどいろんな問題があったじゃないですか、映画業界の中で性暴力の問題というか、うん、そういう問題があったりとかして、うん、ミートゥー運動じゃないんですけどね、いろんなことが吹き荒れて業界ちょっとクリーンにやろうよっていうことでいろんなことが取り決められていったんで、こういうコンプライアンスがものすごいうるさくなったりとかね、いろいろしてたり、
あるいはあのワークショップという名のなんかよくわからない、のをやって、あの女優ばっかり集めてるやつとかね、そういうのを実はあの前野くんがやってたりとかするんですよ。めっちゃだからそれが面白かったりとかするんですけど、はい、まあ、あのそういうのがいわゆる業界話を、まとめたお話っていうのが、まあ、プレイヤーズトークでね、出てきまして、これがね見物がラスト3分の1、あの尺の全体の3分の1使って一人語りがあるんです。ようそんだけ喋ったなと思うけど、でもね見ててそんなに長いって感じません。あのすごいこう引き込まれていくような、あの感じなんですけど、でそこに全てが込められてるので、ぜひあの、まあ、そこまでね全部見ていただいて、ちゃんと終わりはあのいい感じで救ってくれてるので、あの楽しんでいただける作品になってます。で全く色の違う作品なんですけど、あのその 2作品を見て、まあ、1時間ちょっと90分ない、80分ぐらいになるかと思うので、ぜひ、この2つ見ていただきたいなって思いますね。はい、ということででは、判定いきたいと思います。はい、ではこのプレゼンありかなしか判定。はいはいはい、このねゆっくりされると、ね、今なんかなとか、なんか今なんてなんか、はい、ありがとうございました。はい、まあでもね多分ね、あの、まあ、業界どうのこうの関係なく、あの肩の力抜いて楽しめる作品なんで両方とも、はい、であとはまあ言ったらあれかな、あの北風だったり太陽だったりの方が、北風と太陽っていうお笑いコンビの一人が、まあ、喧嘩して塀の中に入ってるわけですよ。でその彼に会いに行くんだけど、こう面白いのが、会いに行ったそのもう片方の相方と元マネージャーが行くんですけど、この2人の方がものすごくブレブレで、行くまでのロードムービーとして描かれてる部分の中ですんごいこうブレていってるんですよね。でそれがなぜかこの塀の中にいる、本人の方がなんかめっちゃ前向きみたいな感じで、その描かれ方がすごく、まあ、僕はあの、インタビューでも言ってますけど、それがすごく面白かったので、まあ、ぜひそういうのも、ね、感じていただければいいんじゃないかなと思ってます。はい、この作品が8月の、まあ、4日から、アップリンク京都で、上映が始まってまして、そして8月5日、シアターセブン、今日からですね、スタートしまして、本日ですね舞台挨拶が、両館であります。あのアップリンク共同でも、シアターセブンでもありますので、まあ、お時間の方は各ね映画館の方のホームページで確認して、行っていただければなと思います。はい、ということで、このプレゼンありかなしかでした。はい、それでは次あゆみ。はい、はい、お店の情報です。はい、本日ですね、ひとつぼっち上映しております。やってますよ、やってますよ、はい、ぜひぜひお越しください。今日と明日、はい、上映しておりますので、はいはい、お時間の方は各ホームページ、ホームページの方を確認ください。はい、しかもね、あの、登壇も、アフタートークもありますので、はい、ご注目ください。はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、8月7日ですね、7日が絆をつかむ無限の一歩です。はい、はい、8月は2回上映がありまして、7日、月曜日と20日日曜日の2回の上映となっております。7日月曜日が19時30分、20日日曜日が10時の回で、朝10時から上映しております。料金が、一般の方1500円、アンダー22歳は1200円となっております。こちらもね、アフタートーク30分程度のアフタートーク付きとなっておりますので、どうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、そして8月11、12、13で、岡本隆史監督のディスコーズハイです。はい、来ましたよ。はい、はい、こちらも全7回の上映となっております。お時間の方もね、ホームページご確認ください。料金の方が1500円でワンオーダー制となっております。しかもね、キャンペーン映像付きとなってますので、弾き語りもあったりとか、スペシャルな、イベントに、上映イベントになっておりますので、お越しくださいませ。はい、そして、8月14と28がカバの日、カバですね、カバの日です。はい、お時間19時スタートで、料金が1500円となっております。はい、
もうね10月までとなっておりますので、そうですね、はい、もう早いなと思います。もうあっちゅう間ですよね、はい、1年ね定期上映させていただいてますが、うんうん、もう、はい、残り少なくなってますので、はい、ぜひご覧ください。あでも本当ね、うん、あのカバも、うん、あのまたそのカバ先生のね、うん、ふるさとである岐阜で、すごい回っていて、うん、かなりね、やっぱ岐阜出身のね伝説の中学教師というので、うん、それがねメインで出てらっしゃる方という形になりますから、すごいやっぱり人気というか、うん、あの人が入りまして、でしかもあのねあの新聞でも三振に取り上げられたりとかいうこともあって、また人が来てたりとかするんですけどね、大阪でもやっぱりねせっかくあの地元というか西成を描いている作品なので、うん、まだご覧になってらっしゃらない方はぜひね見ていただきたいなと思いますね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はいはい、それでは、いやね、はいはい、いきます。今日のグッチョイ、はい、今日のグッチョイはこちら、はい、岡本隆史監督のディスコーズ、はいです、はい、はい、うんうん、ストーリーとしては芸能事務所というか、うん、があって、コネ入社で入社した主人公の女の子が担当しているバンドが全然鳴かず飛ばず売れなくて、あんまりやる気もないみたいな、そういうやつらを抱えてて、かつライバルになっているマネージャーの女の人がいて、この人が担当しているバンドは爆売れっていうね、でこの2人がまあちょっとこういろいろとね、絡み合いながらラストシーンに行くというお話なんですよね。まあ、この番組でも一回ね、一回やってます。一回というか、まああのこの間もそうです、ね、あの話したばっかりなんですけど、はい、でその前に一回あの岡本監督に僕がインタビューして、はい、でしかもあの、プレゼンで自分で歌いに来てくれたって、はいはい、2回実は彼に来て、まあ、出演していただいてるんですけど、はい、僕ねこの作品はねあのやっぱり何が一番かというと歌です。そうですね、歌です、歌が一番です。だからこの歌、ここに出てくる、この作品の中に出てくる歌は全部岡本隆史監督が作詞作曲されてるんですよね、はい、で、まあ、編曲は違う人がやってるやつもありますけど、基本的にはご自分で全部書かれてて、であの面白かったのがあのこの作品のためにあの要はそのあれや売れてるバンドと売れてないバンドっていうのを対比させるから、売れてるバンドっていうのを架空のバンドですよ、これをわざわざ組んでもらって、であのライブで歌わしてるんですよ ね、 ねかっこいいんですよ、めちゃめちゃかっこいいのよこれが、はい、うん、そうなんです、そうなんです、はい、だからその歌もかっこいいし、まあ、あのライブシーンもねすごいかっこいい、まあ実はあの岡本監督がなんで今映画撮ってるかというと、もともとお金なかったから、あの要は自分で自分のプロモーションビデオを撮ってた、でお前プロモーションビデオうまいやん、俺のも撮ってよみたいな感じで、あの知り合いからも頼まれたりとかしてるうちに、まああのちょっと映画でも撮ってみようかなみたいな流れで映画を撮るように今なってらっしゃるんで、だから要はライブシーンとかめちゃめちゃうまいんですよPV みたいな、はい、だから映像的にもすごく面白いし、歌と映像がすんごいマッチしてる。そしてこれがねラストシーンにね、また素晴らしいライブがありまして、これがねまたね面白いんですよ、はい、そこに至るまでがどうなってんのかっていうところがこの話の面白いところですけどね、はい、はい、あんなにべっぴんさんやのにあんな顔させたり、はい、まあその辺はあのぜひあの見ていただければと思います、はい、この主役のね、はい、頼みにね、はい、変顔させるっていうね、はい、よう断れへんぜひ見ていただきたいなと思います、はい、ということで今日のグッチョイでした。はい、ということで、エンディングでございますが、はい、私昨日大阪に帰ってきました、うん、はい、長崎行ってました、はい、取材とかねいろいろあるんで ね、 ね、はい、行ってまいりましたけれども、暑いっすね、暑いですね、どこおっても暑いよね、もう日本もう亜熱帯ですからすでにっていうか日本だけじゃなくて、なんか今スペインとかヨーロッパもめっちゃ暑いんでね、だからなんやろこの日本のちょうどいるあたりの移動経路のあたりっていうのもすんごい暑い、だアメリカも同じようなところが暑かったりとか、なんかねこの偏西風のこの蛇行の形に沿って熱波が来てるらしくて、えらいことになってるみたいですね、はい、まあぜひですね皆さんも健康にはくれぐれもね
気をつけてね、はい、この間すごかったのは最寄り駅 の, あ, のある駅があるんですけど、日曜日やね、昼前やね、誰も歩いてない、うん、普通なんか誰かおるやん、歩いてるやん、もう日向の下誰もおらん。ニュースとかで、あの、家出ないでください、言ってるもんね、言ってるもんね、うん、はい、なので皆さん、あの、まあ、これからね、またあのお盆とかにかけて暑くなっていく部分もありますけども、皆さんくれぐれも体には気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、でもあの映画はやってるんで、ここ涼しいですから、はい、ここまで来れば涼しいですから、もう駅からね、はい、ここは5分で来れるので、ぜひ、はい、マイクロシアターマテリアル谷町で涼みながら映画楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。